彼はおそらく日本で創作活動してる、まあ、現代音楽の創作活動してる人の中では最も、荘園されている数の多い人の一人ではないかと思います。まあ、ここ最近でもですね、たくさんの移植作品、荘園を立て続けに、行われておりまして、まあ、横浜の演奏会、それから、大阪で演奏会が、今度はこの間の5月ですね、入って合唱の演奏もありましたけれども、そのように次々と新作が上演されている、まあ、今一番、数多くの作品を抱えて作曲をなさっている、まあ、そういう川上さんですが、今お配りしたような、まあ、絵と一緒に、そのご自作、音楽をですね、イラストとともに発表なさるというのはちょっと変わったやり方で、ご自身の創作をなさっております。いろいろな方面から今日いろいろ聞けると思いますので、お楽しみに。ではお願いいたします。さんと申します。出身は、東京音楽大学というところを出まして、今34歳くらいの年の子です。まあ、曲の数はそうですね、この2年ぐらいどーっとたくさんは書いたんですけれども、もう本当に結構皆さんもそうだと思いますが、曲を書くって結構苦しいので、結構苦しかったといえば苦しかったです。でもやっぱり曲を書いてそれが音になるというのは本当に自分にとっては最大の喜びでもありますので、どういった感じでこれまでちょっと曲を作ったり、どんな特徴があるのかということを、いろいろおそらくお手元にあるイラストのようなものもあると思いますので、そういうのを見ながらちょっとお話ししたいなと思います。1曲目にお話ししようかなと思っているのは、ガトリング・ヨハンというちょっと曲で、ちょっと物騒な名前なんですけれども、これはですね、この年は2007年という年なんですけれども、フォンカドリプロジェクトという自分がちょっと関わっていたこう団体というか、プロジェクトがありまして、バッハとかそれからモーツァルトとかいろんな作曲家のちょっとオマージュというか、まあ、フォンカドリという形でその作曲をちょっとこうするのと、あとその、例えばモーツァルトの曲とかバッハの、この時のバッハの曲とかをやるという時に、自分が頼まれた時にちょっとバッハって言われるとかなりこうとても広いので、なのでどういうふうにやろうかなと思った時に、一番好きなのが、平均律のいわゆるクラビア曲集1巻2巻がすごく好きだったので、それの、こう短調のものと長調のものに分けて、でこれからお聴きいただくのは短調の方なんですけれども、もうそれのこう全てではないんですけれども、主題を3分ぐらいに全部こうぶち込んだっていう感じの曲なんですけれども、まあ、非常にスピード感のある曲です。これはそうですね、これ実は残念なことに絵がなくて、まだこの頃そんなに絵を描いてなかったんですけど、いつか絵を描いて、お見せしてきたらなと思います。まあ一つ言えることとしましては、マイナータイプとメジャータイプというので少しだけ編成が違いまして、マイナーの方は、そこにも、こちら の, 小さい方の紙の方に書いてあると思うんですが、オーボエ、バイオリン、ビオラ、チェロ、それからピアノ、2人のパーカッションですとという感じになっております。で、このパーカッションを扱うものが少しちょっと特徴がありまして、メジャーとマイナーで少し違うんですけど、マイナーの方は、革のもの、それから膜質、いわゆる木質とか、まあ、自然にあるものを少しちょっと使って、まあ、マイナーコード、いわゆるマイナーのキーというのはちょっと自然的なものに少しだけこう手を加えないとこうなんかいろいろできないながら、その自然なものの、そのあんまりコントロールが効かないところがすごく面白いなと思いまして、そのパーカッションの方はその膜とか木とかそういったものをちょっと使って、これでも曲に入れました。でメジャーの方は金属のものをちょっと使ったりとかします。金属の方はやっぱりその金属っていうのは非常にそれだけでかなり、まあ、完璧なものではないにしても非常に何でしょうね、あまりこう劣化しないようにこうできているもの、もちろん劣化するものもたくさんあるんですけれども、それの音はすごく非常に確定的な部分があったりなかったりなんですけれども、その両方でちょっと作ったりしました。では、1曲目、ガトリング・ヨハンのマイナータイプというのをちょっとお聴きいただきたいと思います。大きかったらできますか。
な感じでした。すいません、忘れてた方が、こちらの、楽譜をちょっとそちらの方にお配りするのが忘れたので、もし興味がありましたら、すいません、参加いたします。ここまでそうですね、この曲に入るまでは、そんなにそこまで、スピード感にはかなり憧れてたところはあったんですけれども、ちょっとかなり無茶を書いております。どのくらいこうスピード感ができるのかということをこう試すにもすごく良い機会だったのと、どのくらい それから凝縮した時間を作れるかというのはこの曲以降かなり実は勉強になった部分がありまして、かなりこの曲の後は早い曲が多くなりました。で、そうですね、影響を受けているものとしては自分の好きな作曲家は、コンロン・ナンカルンという自動ピアノのための曲ばっかり書いてた作曲家で、あとフォーレのスクダルですけれども、あとは、いわゆる、ポップスとかテクノの関係だといわゆるドラムベースと言われているものとか、あと、それをもうちょっとこう早くというかもっと粒がすごくちょっと際立っているドリルベースと言われているスクエアプッシャーとか、なんかそのあたり の音楽がとても好きで、結構そのスピード感にすごく憧れてたというか、どうやればそういう風にしてドライブ感があるのかなということをちょっと考えてた時期だったので、割とこの曲はすごくそのダーッと進んでいくんですけれども、なんとかそのスピードに耐えられるようにこう設計しないといけないというか、こうあんまり無駄にこう音をこう細かくはできない部分が逆にあったりとかしています。というので、今お配りしたちょっと、譜面がありますので、興味のある方は見てみてください。では、早速次の曲にちょっと入りたいと思います。その次からはちょっと実は生き物シリーズというか、もうその後ずっと生き物の曲たくさん書いておりまして、でその中の結構最近の作品なんですけれども、ペーシュ・カショールという曲をちょっと、ご紹介したいと思います。この名前だいぶちょっとこう変わってる名前なんですけれども、実はこれ熱帯魚の名前なんですね。熱帯魚もとても好きでして、でその熱帯魚の中でもこれはちょっと飼ったことはないんですけれども、ピラニアとか、あとネオンテトラもそうなんですけども、カラシンカっていって、ちょっとこのちっちゃかったり、大きかったりいろんなサイズのあるんですけれども、動き方がすごく面白くて、こうピラニアも本当そうなんですけど、ピッピッっていう風にして、こう動き方がこう律動がなんかあるんですね。ただそれがなんというか、こう1個目2個目っていうのがあるんじゃなくて、もう全部1拍子みたいになんとなく感じるところがあって、この曲はギターのソロのために書いたんですけれども、その1拍子でこうできるだけこうかなりこう凶暴にならせるかなということをちょっと思って書きました。でそのどんな魚かというと、大きさは結構このぐらいなんですけれども、もうちょっと大きいかな、アマゾンじゃないですね、南米の方の川にいまして、向こうではそのスポーツフィッシングっていって、その結構食いつきがいいらしいので、その釣りの対象になるような魚であったり、あとそれから日本でもたまにその輸入されて、その観賞魚としているんですけれども、そこにも写真というかイラストがあると思いますが、こんな感じのこう結構下の牙がちょっと漫画みたいに、本当に漫画みたいにこう長いんですけど、本当にこんな感じの魚なんです。なのでちょっともしこう興味があったら、ぜひとも Google 検索してみてください。いろんなのが出てくると思います。で、いわゆるこういう牙を持ってますので、フィッシュイーターといって、その他の魚を捕らえて食べるという感じなんですけれども、案外臆病らしくて、そんなに実は気の強い魚ではないんですけれども、ただやっぱり獲物を食べるときにすごい、なんていうか、こうすごくこうちょっとつ申しにこういって、こうバクッと食べてしまうっていう、その感じがとてもかっこいいなと思って曲にしたいという感じに作りました。ではこちらもちょっと、もしよろしければ先にお渡しいたします。じゃあこの子から少し合わせてください。で、名前の意味なんですけれども、ペーシュっていうのが、確か魚で、カショールが犬の方だった。犬の魚という意味の、なかったですね、ポルトガル語の方だったかの、名前の曲です。曲のことについてはちょっと一回聞いてからお話ししましょうか。では。
当はちょっとこの魚の様子を見ていただけると本当に楽しいなと思うんですけども、本当はちょっとその写真だとあんまり、最近ちょっとコピー機がおかしくなっちゃいましてあんまりこう黄色が出ないんですが、本当はすごく綺麗な黄金というか黄色い色してまして、まあ、これはちょっとごめんなさい、自分の絵であんまり黄色はそんなにちゃんとは出てないんですけれども、すごく綺麗な魚なんです。で、鱗がとてもなんというか細かくて結構光を反射するんですけども、そのかなり取れ物というか、こっちでの取れ物とかこっちでの取れ物っていうのが結構いろいろあったんですけども、その時に乱反射していくようなその光を出したり、でそれがこう一動していくっていう感じのイメージで作ったりしていました。まあ短い曲なんですけども、こうかなりこうなんというかこう爽快感がある感じにしたのかなという気がしています。動画がありますよね。はい、YouTube にありますので、その、演奏している様はぜひとも気になりましたら見てみてください。おそらくこのペイシュカショールと川上の名前でおそらく、検索していただければ出ると思います。で、こんな感じにまあちょっと他にもいろいろ絵はたくさんあるんですけれども、まあ毎回ちょっとなんとなくこう絵を描いて、今日ちょっとそうですね、お見せする絵はどちらかというとモノクロームのものが多いんですけれども、割とこの4色を使っていろんな動物のためにこう作っています。例えばこれは去年の今年、フランスでちょっと演奏されましたグラスホッパーという、これはフィリップ・グラスのそのオマージュでちょっと書いてくれと言われて、両方掛け合わせてイナゴの曲を書いたり、あとそれからこれは本当はシードラゴンというちょっと生物なんですけれども、それは、漢字にすると草海竜という名前になってたりとかいうものをちょっと書いたりしました。こちらもちょっとまだ実はこの辺は音源がまだちょっとあんまりちゃんとないので、ちょっと今日お聞かせすることはできないんですけれども、なんか気になる動物とかあったらそれ曲あるっていう感じでちょっともし見せることができたらいいかなと思っております。はい、それではその次の曲に参りたいと思います。ですね、次はシャモという曲でして、そちらのプリントの方にもあると思いますが、これは本当にもうほぼ体が黒くて、でこの頭の方がちょっと赤いという感じの、まあ鶏の一種なんですが、まあ名前の通りその群形と書いてシャモと呼ぶんですけれども、まあ非常に気のあるこう鶏で、こう2匹合わせると非常にこう凄まじい戦いをするというそういったことなんですが、まあどちらかというと今はシャモというと食べる鶏として、まあシャモ鍋とかそういったものが有名になってしまっているんですが、まあもともとそんなに自分は鶏にそこまで興味があった方ではなかったんですけれども、この鶏の足を見ていると、なんというかちょっと恐竜っぽいなというか、その鳥全般そうなんですけども結構このゴツゴツしてるんですね。でまあもちろん猛禽類というものもいますし、この鶏はちょっとそれではないんですけれども、足自体はなんかかなりやっぱり爬虫類というか、その恐竜の時代からなんとなくこうやってこう来てるのかなというところがあって、まあなんというか鶏といったらそんなにものすごく大きい方じゃないんですけれども、小さい恐竜的な非常にこう獰猛な面もありつつ非常に愛嬌があるというところがあるかなと思っております。で自分自身は実はトカゲを数匹飼っておりまして、まあなんとなくその動き方とかそういったものにこう非常に愛嬌を感じているんですけれども、まだこの頃は多分そうですねトカゲを飼ってなかったと思うんですけれども、なんかその頃からちょっとだけそういったなんかこうそっちの恐竜とかそういった変温動物からちょっと高温動物になる途中の段階が非常に気になっていたところでした。で、編成についてお話しいたしますと、ソプラノリコーダーと小、ですね。で、リコーダーは鈴木俊也さん、そして小の方は、こちらでも先生がいらっしゃいます宮田真由美さんに、演奏していただきました。初演は2010年の竹富の音楽祭の移植で、そこでやっていただいたんですけれども、その後も何度かこう初演というか再演していただいて、非常に自分でもこう演奏されるたびにとても嬉しいなと思う曲です。でそうですね、曲を書くにあたってちょっと注意したことは、まあショートリコーダーということで、まあ割と両方とも特にソプラノリコーダーがそうなんですけれども、すごく高音域にこうなるということは、そこでちょっとどうやって絡ませるかということを考えたときに、まあシャモのこの体を考えて、なんかどっちかがモフモフしていて、でどっちかがこう非常にこう
なんていうか骨のような部分になるといいかなと思って書いてたんですけれども、最終的に結構章の方もかなり攻撃的な音になってはしまったんですけれども、ただなんか2体で1つのその2つの楽器でなんかこうちょっとシャモの歩いてる様だったり、こうすごく走ったりとか、そういった様をこう表現したものになんか最終的にはなったかなと思います。途中で一瞬ちょっとなんかこう小の奏者、それからリコーダーの奏者がこう右を見たり左を見たりというところがちょっとあるんですけれども、それ以外は割とこのかなり確定的に譜面には書いてあります。ではこちらももしよろしければどうぞ。結構この曲もなんというか、さっきの曲はそこまでこうピーっていう強い高い音はないんですけど、この曲はかなりちょっと高い音があるので、ちょっと大きいなと思ったら遠慮なくおっしゃってください。ではThank you.
最後のところでちょっと一瞬ちょっと少しだけブレイクがあるんですけど、その時にちょっとちょうど奏者がこうリコーダーを向いたり、リコーダーの奏者がチョーを向いたりっていう、でその後一緒に向いてプルルルってこう吹くっていう感じのところがあって、まあ割とコミカルなんですが、聞いてお分かりだと思うんですが、かなり大変な曲です。本当にお二人以外になかなかこう非常に再現が難しいのかなと思いながらも、でも何度もお二人に再現していただいて非常に嬉しく思っております。あと、もういくつか言及するとすると、とにかく、リコーダーはもう本当に何というか可能性がすごく高いなって、もちろんそうなんですけれども、こうやっぱり重音の種類も実はとっても多かったり、声との重音もすごくいろいろなことができるんですけれども、それのこう特にこう重音分子でこう作る重音とかのそのショートの音とのかなりこう相性がいいなということをちょっと作ってて思ったりしました。で、小の方なんですけれども、小の方は実は和音の種類はかなり合竹というその小の独特 の, そのある和音があるんですけど、それにかなり従って書いています。ですので、あんまりそのオリジナルの和音をそこで作るというよりは、かなりその小らしい音として、その本当にタモというと割とこう東洋風なイメージがこうありますので、なんかその感じを出すのがやっぱり非常にその合竹ノートを使うのがすごくいいなというのと、もともとやっぱりちょっとこれも面白いものなんですけれども、自分でその曲を作るときにいつも思うことなんですが、やっぱり好きな和音っていうのはあるわけなんですよね。でそれを作っているときにこう結構今まで気になった曲でも思ったと思うんですけれども、割と調整的な音がこう結構好きな方なんです。でもその合竹にある音っていうのはかなりまたその中でもすごく独特で、特にリっていう名前の音がとっても綺麗なんですけれども、そういったものは多分自分では発見できなかった和音だなと思ったりとかすると、やっぱりその辺を思うとこう楽器の持ってるアドバンテージというのはぜひともこう使えるといいなということを思ったり、あとそれから勉強になったところがありました。それではその次の曲に参りたいと思います。次は、グリズリーという曲なんですけれども、そうですね、これは自分がこの言葉をしたのはドラゴクエ3というゲームでして、クマの、モンスターがいるんですけれども、もちろんその後映画の名前だったりとかいろんなことで知ったんですが、ドラクエ3の思い出を話す と,、そうですね、船を手に入れて割とこう行けるところがたくさん増えるんですよ。でそれでなんか結構大陸的なところに行って森がたくさんあるところに行くと、こうなんか面白いところだなと歩いてるとこいつが出てきてめちゃくちゃ強くて皆殺しにされるっていうのが結構多かったんですけど、後から強くなれば全然大したことないんですけれども、なんかその思い出があってグリズリーが強いっていう、なんかそういうすいません、こう生き物とは関係ないふうに言ってしまいましたけれども、それを思っていて、ちょっとチェロ50奏で頼まれたということがあって、もうこれはチェロはクマだって、なんかもともとなんか変なちょっとイメージがあったので、これはグリズリーが結構っていうことをちょっと思ってたんですね。でそれでこうチェロを自分も少し即興とかを弾くので、ちょっとどういう可能性があるかなということを思っていろいろこう確かめて作ったりです。まずちょっと譜面を少し先ほど回してみたいと思います。弦楽器全般そうなんですが、割となんというかこう音がなんというかこう実はその確定的な音以外の音が相当鳴ってる楽器なんですね。で自分はやっぱりちょっとチェロを扱うので、少しそのチェロの中でできる騒音というか、いわゆる音程を出す以外の音で、そのどのくらいそのノイズ的な音が出せるかということをちょっと考えたときに、いろいろな方法があるんですけれども、割とその自分で確かめてみてこうガリッて音が鳴るのは、ラヘンマンでもその局所的にその結構別な形で使ったりとかするんですけども、このよくあるのはまずはハイプレッシャーボイルといって、こういうふうにしてかなりこの弓の圧を上げて、結局この弓のその出てる音っていうのは、その一回ここでその摩擦を生じさせてそれを弾くっていう感じなんですが、その摩擦の状態をずっとこう継続すれば一応こういう感じなんですね。でも実はこれ個人差があって、
結構こうそれが得意な方と得意じゃない方が結構いたりします。ですのでその中で結構それと似たような感じで結構それもまた違うんですけれども、この上にこう弾くと結構強い音が鳴ります。で押さえないと少しだけこうなんというか回復になったりとかするんですけども、押さえたものはまあ軽くですあとはまあ有名なのはやっぱりハイプレッシャーじゃなくてハイエストトーンアズポッシブルとか、あとそれからビヨンドザブリッジ、ビハインドザブリッジ、ここら辺はやっぱり強く鳴らせばかなり強い音が鳴るっていう感じだったりしますが、まあその中でもこうやっていろんな種類が実はあるので、実はこの音色の変化っていうのは案外こう重要なのじゃないかなと思って、このグリズリーの中ではまんべんなくその種類を何種類か使ってやっています。あとはこれはちょっと曲が難しいんですけれども、鳴らないハーモニクスでやっぱり自分のなんというかこううまい音を鳴らすとこういう感じの音も鳴ったりしますね。ただこれに関しては結構そのポイントがなかなか違ったりするので、これはちょっとなかなか起伏化が難しいんですけども、これも結構他のものとはだいぶ違って、ちょっとなんていうか音がそれこそ大声の需要みたいに結構なんか高い音とかかなりたくさんこの倍音が含まれている感じがするので、うまく使えるところも面白いかなと思ったりします。ですのでまあどちらかというと自分がチェロを使うときはこうなんていうかこう即興するときにはどれかっていう感じでいろいろとこう使い回せるんですけれども、やっぱり寄付化するにはちょっとこう非常に大変な部分があるので、ぜひともいろいろ皆さんでというか自分もですけれども、あの探求していけたら面白いんじゃないかなと思っています。それでは聞いてみましょう。リズム
親和性がすごく強いので、5人合わさったらどのくらいこうなんていうか、こう和音がちゃんと成り立つのかということもかなりこう興味の対象でした。特にいわゆる雑音的に鳴らすものと、それから音程がちゃんと確定しているものがちゃんとあったときどういう感じになるのかというのは非常に興味の深い部分で、スリップノットっていうバンドがあるんですけど、途中あれの曲のウェイト&フリードっていう曲の最後のあたりでもうシャウトと一緒にメロディーを歌ってるってところがあって、なんかシャウトがメロディーみたいになってて、これかっこいいなと思って、こういうことができたらなと思ったりとかしたことがあって、まあいずれにしろ結構ちょっとこう攻撃的な音というのはやっぱり興味があるところがあったりします。それではどうしましょう。次に行きましょうか。次、ここからはちょっとまあ実際の生き物ではないところになってしまうんですけど、もうちょっと生き物のものももし時間ができたらご紹介したいなと思うんですが、まあちょっと実際に生き物ではないものに参りたいと思います。ビコールについてという曲なんですけども、これが今この今回ご紹介している曲の中では一番新しい曲ですね。今年の3月に初演されまして、1月終わりまでなんとかかかってこうできた曲でした。で、横浜の、あれはジャストコンポーズと、横浜というところで移植初演されまして、バリトンの松平隆さんがとにかく核になって、行った演奏会でした。で、とにかく、そうですね、どうしようかなと思ったんです。まずは声でどういったことができるかということを考えたときに、もうやっぱり声ということになると、やっぱりその普通の動物の鳴き声を真似するとか、そういったことはおそらくいろんなところでやられていると思いますし、またまあある種のいろんなやり方があると思うんですけれども、このアンサンブルでさらにバイオリンとピアノとパーカッションというものがあるならば、おそらくその辺とこうどっちがどっちだか分からなくなるぐらい、こうなんか全部で変な生物にできたら面白いなと思って、もともとかなりちょっと興味を持っていたビコウ類という、架空の生物にちょっとこう曲にしてみようと思ったわけですね。で、このビコールについてちょっと説明すると、おそらくもう本当に1日あっても足りないぐらいになってしまうんですけれども、これはハラルド・シュテンプケという方、ドイツの方が、戦後すぐぐらいかな、その、本を出すんですね。そのビコールという名前の本 でそこの名前にも書いてありますように、鼻で行くとか、つまり鼻がかなりこう独自の進化をしている生き物がハイアイアイ諸島っていうその南の方にあるこう架空の島がありまして、まあ、それがあって、そこにこう鼻の特殊な進化をしているこう一部のこう動物がいるっていうことをこう書いて、こういわゆる出版して出したんですね。で、そうしたらかなりの人がこう信じて、おお、これはこんな生き物が今またいたのかっていう感じだったんですけども、もちろんちょっとそれはフェイクではあったんですが、本当に書いてある内容が何というかすごくこう、まあ、今年やかというか非常にもう精細に書いてあるんですね。で、まあ、よく見るとちょっともうめちゃくちゃなことも書いてあって、その泣き花ムカデっていうのがもう一ついるんですけども、この泣き花ムカデはこうバッハを聴かせたらバッハを覚えて鼻で吹くようになったのかな、かそういったことも書いてあったりとかするんですけれども、まあちょっとそれは話半分としても、とにかく何ていうかこの生き物たちはすごく面白いなと思いまして、その中からこのビコールについては、最初のプロローグがあって、その後の5匹このビコールの生き物が登場して、最後にピローグという形になっております。で、その中から今日は飛び花歩きと、それから鳴き花ムカデというその2曲をご紹介したいと思います。まずはじゃあちょっと飛び花歩き、
この描いてある絵をご覧になっても絵っていうか、これはもう本当にそのこんな感じであろうというものなんですけれども、花がこんな風になって、もういわゆるスプリング状というか、なんというかバネ状になってそれがこう飛んでいくという、こう飛ぶというか、まあちっちゃいんですけども、それをこう後ろにこうホッピングしながらこう大量にこういるらしいというものなんですね。でそれを思った時に、まあ、あの曲として非常に考えたことは、まずはそうですね、ボイスパーカッション的にちょっとまずはこう言葉をこう立たせてみようということを思ったのと、まあ、あの打楽器もいろいろちょっと不種類をちょっと選んだんですけれども、中でもボンゴとコンガと、それからそうですね、ボンゴとコンガが主なんですけれども、それをちょっと使ってかなりリズミックに、そしてあの全体的にこのリズムのこの律動がぴょんぴょんこう飛んでいったりとかする感じにできたらいいなというふうにして作りました。巻き舌とか、あとそれからこういう音とか、あとそれからトゥッとか、そういう音をかなりこう使っています。でこの尾行類全般なんですけれども、ちょっと曲の構成が実は一貫してありまして、飛び花歩きと、それから巻き花向かいと、その前は謎ベームという曲と、あとはマモス花歩きと、それから夜花歩きっていうのがいるんですけれども、全部最初にまずは楽名を歌います。なのでこの飛び花歩きはホプソルリヌスアウレウスっていう言葉なんですけれども、あの楽名でちゃんとしたなんか楽名っぽくて、それも面白いなと思ったんですけれども、ホプソルリっていう音がこうなんていうか巻き舌に使えないかなと思って、その後その巻き舌とかホップとか、その言葉のトッとってこうなんていうか、リズム感にちょっとだんだんなっていくという構成になっています。なので前半部分そういったその楽名を歌い上げて、後半はそれがちょっと完全にその動いている音の擬音とかでできているという感じの曲です。では聴いてみましょう。スこう演奏を聴きながら、こういろんな可能性をちょっと感じた
ところがありました。その声に関してすごくまだまだ声とアンサンブルというのはいろいろいるんだなと思いました。でもう一曲、泣き花ムカデという曲をではお願いします。これも絵が相当ちょっと変な絵なんですけども、鼻から鼻が分かれていて、でそれがムカデのようにそれで歩く、こういう形をしているんですけれども、しかもその鼻のこう一本一本がオルガンのようにちゃんと音が鳴らせるっていうことで、そのなんか集まって儀式をたまにするらしいです。でその時にこうどういう儀式をするんだろうということがちょっと興味があって、その曲にしたいなと思ってこう作りました。でまあ花の曲なので、この花で何かできることはないかと思った時に、一つずっとちょっとやりたいなと思ってたことは、花をこう押さえてこんな感じで、この花のそのトレモロといったらいいですかね、そういったことがこうできたら面白いなと思ってちょっと作ってみました。でまあその今の連打の音がちょっとその何でしょう、この花の足がこうたくさんこうゆらゆらこう動いているような感じのイメージ で他の楽器と一緒にそれがこう奏でながらというところがあったりしますね。打楽器に関しましては、これはそうですね、ちょっと特殊でして、譜面が回っているところにはおそらくこう、見ることができると思うんですけれども、スライドホイッスルを2つ加えてこうなんかこうヒョヒョヒョってやったり、あとそれからそうですね、ドラと、あとそれからカウベルが結構使われますね。カウベルの音が非常にちょっとガムラン的なところがありますので、ちょっと疑似ガムランみたいな感じでこの曲を作って、まあちょっとその儀式という感じをちょっと使ったなということでちょっと作りました。では泣き花ムカデ、一応泣き花ムカデも最初には同じように楽名を歌った、そこからこう花の先のこう抑える連弾の音から入っていきます。ちょっとその連弾の音はとても小さいので、少しこうかなり聞きづらいかもしれないんですけれども、ぜひとも聴いてみてください。
こんな感じの曲でした。まあだいぶその意識というか、なんか南方でこうひっそりとこの抱き花の中でがたくさんいて、その鼻でみんな会話しているっていう感じができたら面白いなと思ってちょっと作ったりしました。リコール類はそうですね、他にもちょっと曲はあるんですけれども、そうですね、ちょっと他にもあの次のゴーレムと、あとまあ時間がまだありますので、他に何かまだ曲がちょっとご紹介できたらと思いますので、一応先に進みたいと思います。次は、もうこれで完全にあの生き物でもなくなっちゃったんですけども、ゴーレムという、これもどちらかというとこうゲームをしたり RPG でこう遊んだりする人にはかなりこの馴染みの深い名前だと思うんですけれども、もともとはそのゴーレムというのは、まあ、モンスターであるというよりは、あのユダヤ の, その神話の中に出てくる土人形、なんかかなり大きなこう土人形で、それをこう使うためにこう札を貼って、それがこう自分の言う通りに動いている、いわゆる召使いにするという感じのものみたいです。でそのゴーレムというのは、まあ、そういったこう、まあ後々それがこう大きなものとしてこう捉えられているんですけれども、こう使うのには少しちょっとこういろいろなこう制約がありまして、最初にその土人形を作ったら、その頭にそのエメットかな、その書いた真理という意味なんですけど、そのこの紙を貼るとこう動き始めるというらしいです。まあ非常に示唆的なんですけれども、真理という言葉で動き始めて、で大体その神話系で多いのは、そういったこう何かのために作ろうと思ってこうコントロールしようと思ったものは大体コントロールされなくなってきて、まあいわゆる大体このゴーレムもこう言うことが聞かなくなったりとかするときに、ちょっと止めようというときになって、止める方法があるのがエメツっていう言葉の最初に E を取るとメッツっていう言葉なんですけど、これがその死という意味で、死ぬという意味らしくて、その E をこう消すとその動かなくなる。でもその時にその瞬間に土が全部崩れて、その刺激していた人もそれに巻き込まれてしまうとか、そういったことがあるみたいで、まあちょっとこう関連的なもののことを言いますと、割とそれをこう知った時に、まあ割と何でしょうかね、こう架空のこの社会がこうだんだんこうできてきているという感じが、こう最近というか、もうこの数十年そのネットがどんどんこう非常に広くなったり、あとそれからまあネットもそうなんですけども、機械だったりいろんなことがブラックボックスになっていくと、まあ言ってみればこう本当にわからないままだんだんこうノイズを発しつつ、それ自体がこう結構暴走している状態なんじゃないかなという感じがしまして、それがなんかまあこう曲にこう何か形にできたらなということを思いまして、こう作りました。でイメージとしてはその絵の方にもありますが、こんな感じのちょっとなんかこういいですね。でこれもそうですね、まあ割とこうどういうことをやろうかということを思った時に、まずコーラスでそういったことをやろうと思ったら、まあまずコーラスで声でできることっていうのは、さっきのこのリコーリーもいろいろちょっとこう考えていたんですけれども、ゴーレムの方がちょっと前なんですが、とにかくその声で出せるノイズにかなりこうクローズアップをしまして、でそれ自体が一応こうちゃんとこうコレクトというか、こうそのあんまりこう齟齬がないようにそれができるように、ちょっとまずはこう順序立てたのが、ザジズゼゾというその Z がつくものの、その配列をまず決めまして、ジっていうのと、それからジ、あの Y のサブとジとジと、それからジュ、あの ZYU ですね、それとあとズ、ZU、ジジとジとジュとズっていう、その4種類をこうだんだんジっていう風にしてノイズを変化させていくことができるっていうことを考えたときに、ちょっとこの曲のやっと始まりがちょっとこう見つかったっていう感じで、結構この曲のこう曲始めはかなり大変でした。まずはちょっととにかく冷蔵庫音みたいなうーんって音がやりたかったんですけど、その後からちょっとそういったノイズの音とか、あとさっきも結構使ったんですけども、巻き舌のこのルルっていう音にイオンまずでいくとルルルルっていう風にして、そのタービンがだんだん高速回転していくような音とかいうことができるかなと思って、そういったことをかなりちょっとこう凝縮して作った曲です。ではこちらをお願いします。
先ほど川島先生からもお話あったと思いますが、この曲が一番この前、本当にこの2週間近く、あのまだしか経ってないぐらいの曲で、混声歌唱がクールな歌唱に演奏していただきました。非常に大変なんですけれども、でもやっぱり声はすごくいろんなことがまだまだできるなということを思いつつ、あの本当にあのぜひとも歌唱は面白いジャンルだと思いますので、いろいろ書いていただきたいなと思っております。ではゴーレム聴いてみましょう。Thank you.
んな感じの曲でした。かなり結構こうスピード感が相当こうある感じなんですけれども、本当にそれこそ結構 声でもかなりスピードがこうスピード感がかなりこう出せるというか、いろんなことができるということがまずはこうあれですし、あとはやっぱりいろんな声色をこう合わせたときに、まあ、変化がとにかくやっぱり普通の楽器よりもなんというか豊かな感じがするんですね。なのでまだまだなんか本当にいろんな可能性があるということを非常に思いました。ちょっと時間なので、一瞬そうですね、あの弦楽器の曲で「やぶきり」という曲をちょっとお聞かせしようかなと思います。こんな感じの、キリギリスの仲間なんですけども、非常に強いやつ、たまにカマキリにも勝つぐらい強いあの生き物で、で鳴き方はチーって音なんですけれども、その音がこうだんだんこう凶悪になっていくという感じのものを作りました。これは弦楽四重奏の曲で、ちょっとごめんなさい楽譜はないんですけれども、さっきのちょっとグリズリーと少し合わせてお話しますと、まあそのグリズリーの時も結構やっぱり強力な強さをこう出すにはやっぱりこうユニゾンというのが案外こう非常に強い力を持っていて、このヤブキリはほとんどユニゾンでその16分音でできていたりとかします。じゃあちょっとそれを聞いてみましょう。最後ってどうなったんですか。はい、これがですね、実はあのガタッとこうあの一例というのがちょっと正面に書いてありましてこうでそれでその瞬間ちょっと自分も飛び上がってこうあの挨拶をしたということをしたらちょっとなんか失笑が起きてしまいまして申し訳ない感じだったんですけど、そんな感じの曲も書いたりしました。これが2010年ぐらいの時ですね。まあ他に聞きたい曲やあとそれからご質問等ありましたら、あのしたいと思います。あ、質問なんですけど、はい、例えばこういう生物とか架空上の生き物とかから着想を得て音楽を
作ったりとか、はい、まあ、あるいは先ほどおっしゃられてたような、まあ、こうやって、まあ、要するに音素材、思いついた音素材を、音楽にするっていう、その、まあ、その音素材を思いつくこととか、こういうものを音楽にしてみようっていうふうに思いつくことができたとしても、それを実際に作曲っていうものにコンバートするっていうのはちょっと大変だなと思うんですけど、そういうところはどのようにして実際に音楽にしているのかというのをお聞きしたいです。そうですね、非常にとても素晴らしい質問だと思います。実はまさしくそこにいつも結構こう苦しむというか、難しいなと思うところがあって、それこそこう例えば生き物自体もそのなんとなく作っていて、あ、これかもって思うこともあることもあるんですけれども、やっぱり相性っていうのが結構あるんですね。例えばその音素材を何か思いついたとしても、それ自体がやっぱり何というか曲に、まあ、なるかならないかっていうのは結局結構力技で何とか曲になることっていうのもかなりあるんですけれども、やっぱりそれ自体は自然じゃないとかなりやっぱり難しいということが多くて、例えばやっぱりその着想を練った中で、その例えばその特殊な音響だったりなんとかっていうことを考えた中で、それ自体もまあこれも結局全部の曲に言えることなんですけども、実はその曲を作る上で生き物の名前を入れてるのは、まあ生き物のその模写でもあるんですけど、そうじゃなくてそれ以上にその生き物のようにちょっとその曲が生き生きとしていてほしいっていうのが実はすごくあるんですね。なのでその音素材自体がその見つかったら、それ自体がまあ生き生きとするようにちょっとまずはちょっと考えるっていうところが実は大きくて、例えばグリズリーという曲のさっきのこのゴリっていう音も、まあ元々いつか使おうかなと思ってたんですけども、最初のそのこうゴリっていう音と、それからこうちょっとグリスタンドポルターの音でガーってこう上がっていくっていうイメージがあったんですね。でそれがこうなんていうかクマがガーってこうなんかこう目の前にいてこう腕を振り下ろしているっていう感じのイメージがあって、でそれをちょっとどうやったら生き物らしくその後動いていけるかなっていうことを思った時に、もう本当にそれはその都度違いますけれども、逐一やっぱりその音自体がどういう方向に行きたいのかっていうことを考えて、もう一瞬一瞬こう構成、まあ、全体の構成はある程度は考えるんですけれども、かなりその局所的にこう作っていくことが多いです。ですのでその音自体が鳴ったら、その後どうなったらその音がまあ意外な方向に行くか、それともそれ自体がそのちゃんと継続されているようになっていくかということを考えた時に、まあ順番としてはもう曲のその生き物のイメージが先にあることが多いんですけど、その後音素材で、音素材自体がまあ結局ちゃんと有効かどうかというところをちょっと練るということがまずその次にあって、で最終的にそれがその全体のそのこのモーションとしてこうどういうふうにいたらこう演出としてちゃんとそれが成り立ってるかということをすごく考えます。そういう意味ではちょっとなんていうか、まあ生き物っていう感じもあるんですけど、それ以上にその音自体はちょっとやっぱ好きでいるっていうことをちょっとなんか強く思って、それをこうクローズアップというよりはそのなんかこう一つその花道を作るじゃないですけど、そういう感じでちょっと考えてたりとかするところがありますね。でそのそうなので結構一個一個ちょっと相性が悪かったり、そればっかりずっと見てるとだんだんその生き物がなんか死にそうというか、こうだんだん意識することもあるんですよ。その例えばずっと同じことをその例えばそうですね、音素材にこだわってるとやっぱり意識しやすいので、それ自体にどうやったらこうなんか栄養を回せるかなって思った時にいろんな要素を入れたり、もしくはそこからちょっと逆に剥ぎ取ったりとかすることによって、こう先にちょっと先越しが見えるっていうことがすごく多いです。最近の感じだとやっぱり最初に思った音素材っていうのは割とこう最初から結構ごちゃごちゃしてるので、そこからちょっと抜いていくっていうことの方が最近はすごく多いですね。こんな感じで。ああ、はい、参考になりました。ありがとうございます。それに関してちょっとあえて意地悪な言い方するんですけど、今日のお話っていうのはまあ、生き物とかイメージとのつながりというねことを、まあ、お話しくださったんだけれども、例えば作曲の方法とか、まあ、そういった面に関しての言及は少なかったように思うんですね。今少しお話しいただいたような気がするんだけども、もう少しそこを掘り下げて語るとしたらどういうことなんでしょうかね。そうですね、その辺に語るとしますと、そうですね、例えば作曲のいわゆるこう、まあ、ある種フィジカルな部分とか、まあ、いわゆるあれですね、方法論としてのってことですよね。そうですね、例えばそうですね、同じじゃあグリズリーでちょっと申
しますと、まあ、方法論としてはまずはそれの、その一つのその音アイデアがあったっていうことからまずはちょっと言いますと、音素材っていうのはそれだけである程度 その強さを持っているものならそのままその感じで書けるかもしれないんですけど、それ自体をやっぱり小出しにしないといけないということを思った時に、それ自体がそのさっきちょっとあのなんていうか引き算をした上でちょっとそれを使っていくことも言ったんですけども、最初にちょっとやっぱり全部出すよ、今最初昔はそうだったんですけども、結構最初にこう出し尽くしちゃって、その後こうさらにちょっと違うことしなきゃっていう脅迫感に駆られまくってずっと書いてたことがあったんですが、まあそうじゃなくてやっぱりこの辺でどうするかっていうことを、まあある程度は考えつつなんですけれども、まずはやっぱり楽器がどういうことができるのかっていうことをちょっと考えることが多いです。例えば5人いる中でそのフォーメーションがどういう時にこう変えたら、そのなんていうかずっとなりっぱなしではやっぱりすごく退屈な時間になりますし、あとまあ疲れるというのもあるかもしれないですけども、それ自体をちょっとどこでこう和らげたり、もしくはその1人とか3人2人とかそういったところにこう分けていくかということを、こう少しずつその技法なんて言ったらいいんですかね、もうそれも結構逐一なんですけれども、その都度その次にこうなるようにっていうことを、結構この1個の音が鳴ったらその次この下に行くのがいいのか上に行くのがいいのかっていうレベルぐらいで、結構一個一個ちょっとなんていうかこう次のモーションが何が来るかっていうことをちょっとこう考えながら書くっていうことがすごく多いですね。でその上で最初に思ってたことと違うか、そういうのが生じるか、それともそういうふうになるかっていうことを一個一個考えながら、でここら辺でそのバルトク・ピシカートの方を出すのかとか、それから、5人でもう一回揃うかっていうことに関してっていうところにはそうですね、結構でも嗅覚的な部分があるのでちょっと似ちゃうところとかもあるということをかなり自覚はしています。ですのでそれをちょっと裏切る形をどうやったらできるかということもあるんですけれども、自分の場合その裏切りに慣れちゃったところもあって、なんか自分もここでまた多分もう一回来るだろうなっていうのが分かっちゃうところがあって、でそこに関してはやっぱり先にもう本当にこの枠組みっていうのもあるかもしれないですけども、そのさっきその小のお話にもあったんですが、その和音が先にそれがもう純然としてあってっていうことに少しちょっと頼ったり、頼るというよりはそっちの方にちょっと寄ったりっていうことをこれからちょっともうちょっとできるようにできたらいいなということをちょっと考えたりとかしてますね。純粋にそういうふうにイメージがまずあって、それが音素材、非常にその独特な音素材と結びつく、そしてそこからどういうふうにそれを、まあ、コンポジションにしていくかっていう、もう純粋にその作業だと言っていいわけですね。ではそうですね、はい、そう考えると本当にそうですね。でそれでいてもうちょっと完全に矛盾するんですけれども、書いていってる時にその動物のことをどこまで考えてるかというと、もう結構その時に段階は音の方にかなりもう集中してます。ですので音がどういうふうになるかっていうのは、結構そこで悩んだ時に動物のイメージがもう一回とか出てくる時にこう息を吹き返したりとかっていうことがあったりしますね。なのでさっきその音素材がだんだん意思しそうになるっていう時によっていうのはまさしくそれで、なんかやっぱり音を見たり、それからその最初思ってたイメージにもう一回戻ったりっていうのがかなりこうあることを思うと、おっしゃっているより通り、その最初にあるイメージというのがやっぱりかなり強い、こうないと結構きついところがあったりすることになります。なんでこれを聞くかっていうと、多分今日聞いてるみんなはどうやってこの曲を書いたんだろうっていう、多分そういう疑問があると思うんですね。もしそれに答えるとすれば、具体的な何かありますか？いやもう本当に一つ具体的難しいですね意外と。でも一つ言えるのはやっぱり結構まあ音が心地よい方向にっていう筋道を考えたりとかしてます。ですので例えばもうやっぱり思いっきり鳴らすっていう瞬間がどういうところにあるのがいいのかっていうことをちょっとまあ本当に考えるというよりはもう本当にその都度っていう感じだったりするんですけども、でもやっぱりそのさっきちょっと話に漏れてしまったんですけれども、編成自体がもうある種の生き物のような実はイメージを持ってるんですね。なので例えば弦楽四重奏だったら弦楽四重奏の音の鳴り方のその正解みたいなのが多分作曲家のことに違うと思うんですけども、それをちょっと探っていった上でそのまあある種の正解ばっかりやってるとあんま面白くないんですが、それをちょっとこうその
生き物のその例えば、まあ、グリズリーはちょっとあれなんですけれども、あの他の曲ヤブキリだったりとかすると、さっきの曲だったりすると、どこでこう跳ねる瞬間があるとか、そういったことをちょっとその生き物が動いていることをちょっとそのモーションとしてこうある種の物語があるような感じで、ちょっとそれに筋道を立てていることもあります。ただそれは全てとは言えないので、何ともちょっと具体的には言えないところなんですけれども、それがちょっと一つ大きいかなと思います。あまり具体的にいわゆる作曲上のテクニックということを、例えばアナリーゼするみたいな作業をするとすれば、何か具体的な話が出てくるんでしょうか。そうですね、そこが一番なかなか、テクニックですね。いや、もし出てこないというならそれでいいんですけれども、あのもうともかくあのどちらかというとこう、まあ、フリーハンドというのか、あのその時の直感力で作曲を進めているというふうに考えていいですか。そうですね、基本直感力ですかね。うん、ただ才能だけで書いている。いや、そうなんただ例えばもうそれはすごく細かいポイントですね。例えば和音 の, そのいわゆるバリエーションを考えたりとかするときに、実はちょっと一つ守っているのは、結構左右対称形をかなりちょっと好んで使うとか、まあ、それとも結局は割となんていうか理論というか論理的なものっていうのは、自分を結構納得させるための実はツールだったりするところがあって、このままならやっぱりなんか自分が納得できるとか、でその次にこの和音が堆積していれば割と姿が美しいとか、なんかそういったことにちょっと自分がある種こう納得したいところにこう落とし込むため の, そのいわゆる技術みたいなのはかなりずっと あります。例えばそうですね、さっき の, このグリズリーとか、あと他の曲もかなりそうなんですけど、5度体積とか の, その音が開ける瞬間と、それからぐちゃっとなる瞬間とか の, その対比っていうのは、かなりそういったその曲ごとにもそうなんですけど、自分なりのやっぱりすごい好きなやり方もあったりしますし、ただそれがちょっと溺れると良くないなとは思ってるんですけども、そこで重要になってくるのは、その曲らしい、そのなんというか、その曲だったり、その生き物らしいサウンド自体をちょっとこうまず捕まえた上で、それがそのどのようにこう今までまあこう培ってきたものとこうぶつかるかっていうところはすごく考えますね。なのでどちらかというと、そうですね、方法論としては、その都度違うとしか言えないかもしれないですね。だからやっぱりすごく機械なイメージっていうか、まあ、あの生き物だったりなんだりっていう、そういうところがまず出発点としてあって、そこから生み出せれるもう本当にその新しい音響イメージみたいなものがまずあることによって、その原動力にご自分 の, そのオリジナルな創作に結びつくというふうに、はい、そういうことでしょうかね。まあ、あとはやっぱり巷でやっぱりいろいろな今現代音楽の演奏会がありますので、そこでもちろんそれを仕入れるというよりは、どういった音楽があって、どういった方法論があるのかということを知りながらというのはすごく大きいです。なのでやっぱり思ってそれをやったとしても、それがやっぱり全然ならなかったりとか、全然響きが良くなかったら、やっぱりどうしようもないものだと思いますので、その辺はやっぱりある程度の経験則にそれをちょっと当てはめてみるところがあるかもしれない。ご自身でね、アンサンブル の, あの主催とかもなさっておりますね。はいはい、そうですね、あの何か最後にあのご予定など。そうですね、結構珍しく生き物の曲ではないんですけれども、まあ、生き物もちょっとあるんですが、今週今度の土曜日に本店あのホールで、左手のピアニストの一内武雄さんが、演奏してくださる「ソナチネ」という曲がちょっと演奏されます。あのアイリスという一応ちょっとあの花をイメージはしてはいるんですけども、基本的にちょっとソナチネらしい曲をちょっと書いてみました。それはまたちょっと全然話が話が変わっちゃうんですそんなのがありますので、まあ、毎回ちょっとそういう意味では違うということなんですが、そういえば今日は甲殻類の話が出てこなかったですね。甲殻類実はやろうと思ってたんですけど、多分詰め込むとあと30分くらいになっちゃうかなと思って甲殻類も大好きで、あのエビとかカニとかの曲もありまして、まあ、もしちょっと興味があったら、あの移動時間前にあのこちらにいらしていただけたらお聞かせできるかと思います。よろしいですか皆さん。はい、それではありがとうございました。はい。